南京町広場の象徴的建築物、あずまや南京町西端入口の、西安門南京町東端入口の、長安門南京町南端入口の海、栄門南京町とは、兵庫県神戸市中央区にあるエリアであり、元町通りと栄町通りにまたがる一帯を指す。南京町商店街振興組合の登録商標でもあり、中国風の衣装を特徴とする。 中華街である。なお、南京町は、通称としての地名で、重所表記としての地名ではない。横浜中華街、長崎新地中華街ともに、日本三大チャイナタウンの一つに数えられ、東西約200メートル、南北110メートルの範囲に100余りの店舗が軒を、すらる。店頭の路上で、点心、スイーツ、食材、記念品などを売る店も多く、 休日は地元の買い物客や観光客で賑わう。南京町という用語はかつて中国人街を指す一般名称であった。しかし、そのほとんどは戦後に解消したため、現在では事実上神戸のこの地区のみを指す固有名詞となっている。南京町の中央通りは十字路になっていて、中央の広場には、あまや東は、長安門、西は、 西安門、南は海江門という名前の門があり、北は元町商店街につながる。午前10時頃から一部の店が開き始めるが、車両を通行禁止になる午前11時までは、納品車両が行き交う。日が暮れて、夜になると、長安門や東屋はライトアップされる。現在在在住の家境の人々は、横浜家境6000人に対して、神戸家境は、 その場合、近い1万人を超えていると言われる。しかし、横浜中華街と比べると、神戸南京町は、規模が随分と小ぶりである。実際に、生活の場でもある、横浜中華街と違い、神戸の南京町には居住者は少なく、ほぼ純然たる、商業地となっているためである。神戸関定病や神戸中華道文学校などの、 河橋関連施設は山手に点在している。実際の神戸河京の居住地は、小井川筋、トアロード、北野町などであり、神戸の有名な中華料理店の大半も、南京町ではなく、三宮など市内中心部に拠点を置いている。これは、神戸では、南京町が、居留地ではなく、雑居地に開かれた結果ではあるが、また同時に、神戸河京の人々が、 他の地域に比べて日本人社会と良好な関係を築いてきた証拠とも言える。神戸では古くは後日式堂に代表されるように事業に成功した者が多く、家教といえば商売上手で裕福な人が多いと認識されてきたため民族的対立も比較的少なく前述の通り日本人社会との良好な関係を築いてきたと言える。それゆえ、 戦前の一時期南京さん等の言葉が、部別的に用いられたことはあったものの、南京町という名称はすでに世間に広く認知されているとして、戦後も名称を変更する動きもなかった。近年、春節祭などの主要な行事に、多くの日本人も参加している。当日には、多くの市民や観光客が集まり、南京町のみならず、 神戸の重要な行事にもなっており、関西地方の地域ニュースでも毎年おなじみの光景である。また、最近では、経済発展、著しい中国への関心の高まりで、佳強指定の多くが通う神戸中華道文学校に入学を希望する、日本人指定も急増している。神戸南京町1868年に、 神戸港が開港し、外国人用の居留地が設けられた。当時、新国との間には、通商条約を結んでいなかったため、家境は、居留地内に住むことを許可されずに、西隣に住み始めたのが、南京町の始まりとされる。1945年の神戸大空襲で全焼。戦後は主に新中軍相手の歓楽街として、復興したが、 その名残もあって大廃化が進み、1970年代までは、路地の舗装もされず、周辺には船員人向けのバーが立ち並び、夜になれば外傷が立つようなエリアとなっていた。1960年代には純粋な、中華料理レストランが一軒まで減少したこともあった。1981年の、南京町復興環境整備事業実施計画、以降は、広場や、 楼門の建造などの環境整備が行われ、一気に観光地化が進んだ。現在では、南京町と呼ばれる区画も当時の2倍に広がり、他地区から移転してきた中華料理店や、新しい料理店が続々と開店した。また、それまではほぼ佳橋だけが客だった中国物産の店に、世界各国より、一般客が訪れるようになったのもこの頃からである。阪神。 淡路大震災においても被害を受けたが現在のように一般観光客が多数押し寄せるようになったのは震災が景気である。震災後ライフラインが停止し厨房も被災した中でレストランの営業ができなくなった一部の店はやむを得ず店頭での転身などの軽食テイクアウト販売をプロパンガスとボリタンクの水を使って再開した。これが 観光客にとって気軽に食べ歩きができるとして好評を博し、震災から完全に復興した後も継続されて、現在でも南京町の名物となっている。夜の南京町広場とランターン、南京町第402万808号。ありがとうございます。